いつ駅は、神奈川県横須賀市東いつ町2丁目にある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK57。中央2線の通過線を挟む形で、相対式ホーム2面2線を有しており、当駅で列車の追い越しが可能である。ホームは深本線にあり、有効長は6両編成分である。また、品川よりに渡り線が設けられ、 非常時の折り返し運転に対応している。駅構内は大きく湾曲しており、通過線でも上り線時速 40km、下り線時速 65km の速度制限を受ける。上りホームと下りホーム、改札口にそれぞれエレベーターが設置されている。かつては車椅子用階段昇降機が設置されていた。 2019年度の1日平均乗降人員は5299人であり、京急線全72駅中69位。近年の1日平均乗車人員と乗降人員の推移は下記の通り。周囲は丘陵地と住宅地である。海岸近くまで丘陵が迫り、谷筋に民家が密集している。海側の狭い平地にはウェルシティ。 横須賀天空の町と名付けられた113メートルの高層マンションがあり、地域のランドマークとなっている。駅前にバス停はなく、北に400メートルほど離れた国道16号上に設置されている、なぎさが最寄りバス停である。全路線京浜急行バスが運行する。ありがとうございます。